はい。軽貨物運送業を展開しております、合同会社おもてなし便の椎名シアルです。今、こちらの動画でですね、私の自己紹介というテーマでですね、シリーズをお送りしております。今回もよろしくお願いいたします。はい。今ですね、私の、調理師やってる時の、新入生の時代のお話をしております。3月に入社し、ゴールデンウィークが終わり、そして夏を迎え、秋口になってきます。で、そうするとですね、たくさんいろんな仕事を教えてもらって、それが覚えるんですね。で、そうなってくるとですね、もうなんかますます、その調理という仕事に対して意欲が湧いてきます。やっぱし何事もそうだと思うんですけども、一つのことを覚えて自分のものになってくると、非常にやっぱし楽しくなってくると思います。という中では、自分のものになるまで、いろんな創意工夫があったり努力があったりするんですけども、最終的に自分のものにしてしまえば、非常に、いい結果が生まれるというふうに思っております。ということで、今回はそんなお話でした。また次回よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。